talking till the first light of dawn. Just like day without no warning, it hit me so hard. Oh, I'm so sorry, girl, I didn't mean to. I done messed it up again. Yeah, I'm sorry if I crossed the line. こんにちは。本田フォトです。本田フォトです。はい、今日は、はい、どこですか？どこに来てますか？ヒルガノ高原キャンプ場、岐阜県にある場所です。はい。はい、私たち来るのは2回目です。2回目ですね。1回目は2年前か。うんうん。2年前に来ました。はい、久しぶりだね。久しぶりのキャンプ場だね。やっぱりいいね。うん。いいとこだね。ここすごくいいところですね。良さはすごく広くて、合計収容人数700人まで入るキャンプ場ですね。結構有名なので、あのここの地区あたりの人はもうみんな知ってるんじゃないかなと思うんですけども、本当にあのソロからこういう夫婦とか、あとファミリーキャンプとかも結構皆さんいらっしゃるキャンプ場ですね。今日何組ぐらいだろう。どうだろう、10組以内って感じかな。うん、でも本当テントサイトがすごくたくさんあるので、選ぶ場所によっては本当にプライベート感が保てる感じだよね。そうそう、すごい。うん、でお隣さんもあのいるんですけども、お隣さんの間に笹がいっぱいあって、あとはちょっと向こうの方が高いので、あの全く見えないんですよね、お隣さんが。あ、こっち側に誰かがいたら見えるんですけども、こっち側はなんかグルキャンされてる方がいらっしゃるんですけども、全然あんまり気にならない、うん、感じだ ね, ね。すごくいい場所、安定のヒルガノ高原キャンプ場ですね。うん、小川もね流れてるしね。そうそう、小川も流れてて、夏はまたいいよね。夏いいだろうね。うん、ちょっと足疲れたいね。ちょっと寒いけど、明日だね。明日入ろうか。明日の方が天気悪い。で、ここは、コタニ園テントサイトっていう場所ですね。この場所、僕らが見るこの場所、結構いい場所なので、コタニ園テントサイト。はい、まあ、コタニ園テントサイトという場所が、結構周りにも木があって、いい場所ですね。で、向こう側、西側は、木が、杉の木が多いので、枝があるんですけど、結構高い枝が多くて、こちら側は、広葉樹っぽい、奈良の木とか、
が多いので結構葉っぱがやっぱ違いますね、うんうん、なので真ん中の皮を隔てて杉の木とこっちは広葉樹の木っていう風に分かれてる感じがして、僕らはこっちの方が好きかなと思います、うん、ね、うんうん、雰囲気があって、うん、何回来ても多分いろんなところでね楽しめるからすごくいいと思います、うん、すごくおすすめの場所です、うん、金額も駐車場代1100円のあとは大人一人1100円ずつなんで合計3300円、安い、そう安いんで、安い安い、薪も一束550円とかなんで安いね、安いね、800円とかのとこもあるしね、それに比べたらすごいお得な場所だね、あとトイレも新しく新設されて、この北側のトタニエンテントサイトの近くにもトイレができたのでそれもいいところ、うん、あと、水場がめちゃくちゃあるんですよ。あ、確かにね。そう、水場がもう点々点々ってめちゃくちゃあるんで。確かにめちゃくちゃあるわ。すごくこれは便利ですね。便利だね。とても便利です。ビルガの高原キャンプ場、ぜひ皆さん来てみてください。ぜひ。ぜひ。後悔はしないと思います。うん、はい、はい。じゃあちょっと設営ができましたので、ちょっと軽く案内したいと思います。はい、今日のテントサイトはこんな感じです。めちゃくちゃいい場所じゃないですか。いい感じだね。いい感じ。周りがほらこうやって結構木とか葉っぱが多いですね。向こうが道路になってます。そう、こちら笹の葉とかがいっぱいあるので隣のテントサイトはほぼ見えない、いい場所で、僕らがこうやって木の近くで川の近くのところにテントを建てました。はい、ちょっと行ってみましょう。はい、今日は、まあ、いつも通りのタトンカ 3TC のタープと今日もサーカス TC、うんうん、インナーテントで寝ます。はい、はい、でラシーンも横付けで、横付けでラシーンもいます。今日はラシーンにタープくっついてますね。本当ですね。はい、で中がスノーピークの焚き火台ですね。はい、でテーブルもメインテーブルは最近ずっと使ってますモンベルです。で今日多分初めて見ますこのテーブル、テーブルというか板なんですけど、アイアンに本当はつけようと思ったんですけどはまらなかったんです。なんとこのね、入れる部分が隙間がね、そうそう、はまらなくて板の厚さがちょっと分厚かったので乗せてる感じですね。はい、でもまあ結構かわいい板を昔買ったのでそれを今日は持ってきてみました。で椅子はヘリノックスですね。ヘリノックスで、はい、はい、まあこんな感じで、こんな感じです。可愛いじゃん、これ人のなんか髪の毛みたい、なんか目描いたら人になりそう。Yeah.
はい、はい、じゃあ完成しました。カプレーゼとカプレーゼ、はい、ナスとツナのトマト缶煮込みパスタ。はいはい、うまそうですか、ね、チーズも入れてすごい美味しそう。うん、美味しそう。食べよう食べよう。いただきます。いただきます。絶対美味しいと思う。うまっ。うん、美味しい。なんかお店のね、ほんとカフェで出てきてもいい感じだよね。うん、間違いない。うん、乾杯。はい、乾杯。9月の中旬でこの昼ヶ野高原キャンプ場結構寒いですね。ね、夜になるとね、うん、ちょっと服わかんないと思うんですけど厚手のシャツに変えました。すみちゃんもベスト着てる、ね。うん、あったかい。でも腕とか寒くない？全然平気。ケイ、僕らの YouTube も登録者が2000人を超えて今2500人ぐらいかな、うんうん、になって本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんにこうやって見てもらえるっていうのはすごい嬉しいことなので、うん、いろいろねコメントをもらえるのはすごくありがたいことなので、うんうんうん、いつもね本当にね、こんなこと言ってもらえたって2人で話しながら見てるので、いつもありがとうございますね。本当嬉しい言葉もたくさんもらって、ね、写真はずっとやってるんですけども、映像は本当初めてというか未経験なので、うんうん、いろんな人のを見よう見まねで作ってる感じなので、うんうん、ちょっと見づらいものかもしれないんですけども、これからも頑張っていきたいと思いますので、また引き続き見ていただけたら嬉しいです。今日ちょっと来るときは少し晴れてたんですけども、天気予報は曇りで、明日は曇りのち雨っていう風になってるんで、まあもちろんのこと星空は見えません。残念。残念。焚き火がいい感じですね。ねえ、あったかい。これぐらい寒い時のこの焚き火は最高だね。最高やね。うん、一番いいわ。すごい、すごい心地いいな。うん、大丈夫、めっちゃ跳ねたやつ。あ、大丈夫大丈夫。大丈夫、当たってない。もう9月だね。ねえ、もうあっという間に秋ですよ。もうすぐ紅葉ですよ。うん、紅葉キャンプしたい ね。 ね、うちらは去年はね、奥琵琶湖キャンプ場行ったね、紅葉キャンプは。うん、あそこもすごいいいんだよね。あそこもいいとこだね。めっちゃもうね、枯葉だね。もうそうだね、ちょっと終わってた時だったね。そうだよ、終わりかけ、終わった
直後ぐらいやったから、すごい下がね、紅葉で、絨毯の紅葉、紅葉絨毯で。紅葉の絨毯ね、お猿さんもいっぱいおったしね。そう、猿もおったしね。うまい。いいね。だから紅葉キャンプができるところ、もし知っている方がいれば、教えてほしい。穴場のね、もうここは本当いいっすよっていうのがもしあったら、ぜひコメントで お願いします。これワイン買ったんですよ。ワイン買ったんですけども、コルクをあの取る器具は持ってきてません。これどうすればいいんですか。私今ね調べたんだよ。うんうん。そしたらなんかね、 火に炙ってた。なんかこの横からライターで炙ってたら、うん、今 YouTube で調べたら、なんかライターで熱すると外れるみたいなことあるんで、やってみちゃう。ちょっとやってみようと思います。ずっと押しっぱなし。うん、でもいい気がするけどね、お肉だったら。ああ、スライスでいいか。じゃあ、お肉いただきます。はい、いただきます。ありがとう、作ってくれて。うん、焼くだけ。真ん中から、うん、じゃあ、私も、うん、おいしい。うまい。うん、しっかり赤身っていう肉や。うん、お肉最高。ワインもおいしい。あれあれ、ワインの色じゃない。あれ、ワインあれ、ワインはどうしました。こちら飽きませんでした。ちょっともう諦めました。無理や。うん、僕とすみちゃんやけどしました。これ以上被害を出さないためにもうやめました。そう、二人ともやけどした上にペリノックス、こっちのやつちょっとね、穴開いたりとかね、ちょっといろいろなんかバタバタしちゃったから、ちょっともうやめました。夏が終わって秋になって、気候も良くなって、汗をかかないキャンプが始まりましたね。快適だね。快適。焚き火が気持ちいいね。そう、今年は今までやってなかった、雪中キャンプはやりたいよね。やりたいね。うん、やってみたいね。ちょっと緊張する。明日の朝のキャンプ場の雰囲気も動画と写真撮れたらなと思います。ではまた明日、おやすみなさい。また明日、おやすみなさい。明日おやすみなさい。Thank you.
じゃあおはようございます。おはようございます。はい、雨です。雨が降りました。今日は、初めての和食ご飯です。はい、はい、お茶漬けと揚げ出し豆腐です。はい、じゃあ具材もネギとみょうが、生姜、牛タンのスモーク、鮭フレーク、飛騨のなんか味噌のやつを一気に買ったので、あとはご飯にしらすとごまと海苔、具だくさんだね。具だくさんいっぱい乗せました。どう食べよっかな。とりあえずこのまま一回しらすと。確かに、うん、うまい。だしもいい感じだね、うん、うまこれはいいわ。これ合わんだろうな、味噌味噌は別で普通に白米とかみたい。うん、うまい。うまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったです。はい、はい、じゃあ、細かい撤収は終わりました。あとはタープと机に行くテントの大きいものの撤収ですね。ちょうど雨が今止んだので、うん、この動画を撮り終わったらこれ片付けて帰ろうと思います。ここの昼間の高原キャンプ場、すごくいいところでした。まあ、場所もすごく綺麗だし、自然もたくさんある、うん、あとはトイレがめちゃくちゃ綺麗。そう、あのとても綺麗なトイレだったので。そうですね、すごく良かったですね、うん、動画見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。